じゃあいろいろと物を破壊させていただくよ。すげえね、なんか。ああ、どんどん遠ざかってくよ。ああ、武器と防具が変えていない。もう大丈夫みたいだな。一時はどうなることかと思ったが、おっさんのおかげで助かったぜ。おっさん、アリスちゃんのこと？ふっ、俺はアリスちゃんに言ってあげて。あの子はうちの船の整備してね。船の操縦もお手のものなのよ。ふっ、お礼なんてとんでもねえでガス。あっしはただ。ただなんだ。ひっ、なんでありゃ。なに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 。何が現れたよ。プギシャー。いやー、何をこの化け物いか。一体どっから湧いて出たの？海からだよ、海から。何やっつけるの、これ。やめてくれ。あ、まだ見よったんかい。くっくっく、私に逆らったことを、海の底で後悔するんだな。見えなくなるまで見送ってくれる感じ？さあ、クラーゴンよ。思う存分その船をいたぶり、ネズミどもを海の木図にするがいい。まるで自分のモンスターかのように。仲間におなりよ。ひぃ、こっちに来るでげす。あっしはまだ死にたくねえでがすよ。実はいいやつでした感じにしてよ。なんだ、日本がおかしいぞ。実はいいやつでしたって感じにしてよ。なにこれ。なんだこの音は。なにあの、なんかいっぱいいるんですけど。二層どころじゃなく、うわ、なんか囲まれてね。何の船何の船。追っ手じゃないよね。あれはダーハルーネの挑戦。まさかあの船は。ほん、なんだなんだ味方？いやいやいや、なんか壊されてね。いや、船狙われてね。なんだ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 。見て、あのでっかいクが大砲の音に怯えて逃げていくわ。助けてくれたの。あ、町長さん、マジで？息子を助けたからか。よかった。ご無事なようですね。あの魔物はこの辺りの船をよく荒らすことで有名なクラーゴンなんです。お兄ちゃん、僕だよ。ヤヒムだよ。僕声が出るようになったんだよ。そう、ちょっと気になっとったんよ。このまま行くかと思ったわ。息子からすべて聞きました。この子の声を取り戻してくださったのは、あなたたちだったのですね。息子が声を出せなくなってしまったのは、災いを呼ぶという勇者の呪いによるものだと、すっかり勘違いしていましたが、息子から話を聞いて、すべて誤解だったと、ようやくわかりました。失礼なことをして申し訳ありません。あ、こっちが別に悪魔の子やけんどうのこうのじゃなくって、自分の子供に被害があったけんってことね。僕、この間町の外で、あのホメロスっておじさんが、魔物と一緒に話してるのを見かけてね。魔物と話せるの、あの人。びっくりして声を上げたら、ホメロスのおじさんに捕まって、魔法で喉を潰されちゃったんだ。あいつかい。最低やな。悪魔の子と呼ばれている勇者が人を助け、正義で動いているはずのデルカダール王国が魔物と繋がっていた。それが何を意味するのかわかりませんが、あなたたちは私の息子の恩人です。どうか無事に逃げ合わせてください。ありがとう、町長さん。この後ひどい目に遭わない？アユナ。ん？アユナ、聞こえているか？貴様だけはいずれこの手で捕らえてみせる。せいぜいその時まで覚えて過ごすがいい。負け犬の遠吠えか。あんたもデルカダールに逆らったせいで、これから商売がやりづらくなるだろうけど、うまく立ち回ってくれよな。ああ、一気に貧乏生活とかにならないよね。大丈夫かい？いい身なりしてるけど、今。いや、人助け忘れ物だね。バイバイ。あの男の子はどうなった？もう一人の。何もなってないのかい？いやー、助かった。おー、綺麗だね、なんか。すげー綺麗だね。これから何？どこに旅立つの？私。見て、アイナちゃん。綺麗な朝日よ。まるで私たちの船出を祝福してくれているみたいね。そういえば、アリスちゃん。虹色の枝を買った商人について何か足取りかつかめて。へえ。足の効いた話だと、
その商人はバンデルフォン地方へ向かったそうです。確かな筋の情報だから間違いなしでガス。ゲスかガスか。シルビアのおっさん、あんた一応枝のこと気にかけていたんだな。女三人ってさっきまで言ったくせに急にシルビアのおっさんになったけど。それじゃあみんな、世界の海を股にかけて虹色の枝を探すわよ。まずは北東のバンデルフォンへ出発。おっさんの部分は触れんのやね。さあ出発進行。さあここから北東の、ここにも何かしらあるっちゃあるけど、気になるっちゃなるけど、まあ、北東の、なんか出た。何？ダイオウイカとか？全然違った。まあまあ。いいね。いいね。さあ行け。あんなペシペシでやっつけられると思わんよね。よし。お、ドラゴンスライム、宝箱を落としていった。ドラゴンの皮ゲットドラゴンスライム、見た目可愛いけん、なんか、ねえ、ドラゴンの皮とか言われても。あんまちょっと想像がつかんけど。ここかな？違う。デルカコスタ地方やって全然違うやん。これ何？なんか神殿じゃない？なんか神殿じゃない？あれ確実になんかあるよね。あれ確実になんかあるよね。はい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 。やっつけろー。意外とムキムキやね、なんか。なんか竜巻の中身。竜巻？海の中やけん、渦潮かな。の中身なんか意外とめっちゃムキムキやった。顔が間抜けやのに。お、シルビアレベル19。やったね。お。やったやん。この辺は後からということにしといて。あれ、近づいたらなんかワープさせられたりするかな？あれは世界中かな？あそこやんね。ほら、見てこれ。いやーちょっと近づいたらあれやね。怖いけんやめとこう。怖いけんやめとこう。いやー、てかめっちゃ雨降ってきたし。でも雨降ってもあれなんやね。この戦闘シーンでは晴れ渡っとるっていう謎。謎。よし、いいぞ、いいぞ。でもあんなやつにメラとか打ったらなんか、あの渦で、弾き返されそうな感じがするけど。いいよね。なんかこう、戦闘に参加してないのにレベルが上がるっていう。参加してないやつの方が上がるっていう。お、晴れとるやん。何？どうした？さっきまでさ、あ、これだよ、これ。バンデルフォン地方。はい、到着。おう、旅人さん。長い船旅でお疲れだろう。この先を海沿い、道沿いに進めば宿屋があるんだ。そこで羽を休めていくといいぜ。そんなに長くなかったけどね。そんなに長くなかったけどね。なんか結構あっという間に着いた感じ。話せない。ここ、バンデルフォン地方には、かつて花の都と呼ばれた美しい王国があったんだ。魔物に襲われて滅びちまったけどな。今でこそこの港もひらびた様子だが、当時はデルカダールのような大国との架け橋として栄えていそうだね。転んだのか。じゃあいろいろと物を破壊させていただくよ。あ、袋の中身は見れないのか。そしてこの辺も割れない。はい、開けまーす。ちちしけてんな。いやー、ここまで来て虹色の枝の手がかりを求めて新たな土地を冒険しよう。何そのふわっとした。何そのふわっとした目標。ほら、ここにもいるんだけど。
こいつ撃てんのかな。クソ、姿が消えやがった。一定時間経ったら消えるってこと？なんなんだ。てか馬が欲しいんだけど馬が欲しいんだけど、金はない？金はないですか？ん？これは、あ、びっくりした。行き止まりかと思ったわ。地図ではなんか道が繋がっとんのに。焦るー。でっかい風車が見えてきた。あ、この牛も予報してくれる？もう、この辺りの天気がどうなるか教えるもん。この辺りは明日いっぱいずっと晴れが続くもん。明後日になれば天気が変わるかも。なんとも不思議な牛だ。別の場所でまた牛を見かけたら話しかけてみよう。なるほど。今日も明日も晴れるんだね。いいことだわ。とりあえず、あ、そこに金があるね。じゃあそこの金、ここは入れないの？え、びっくりした。なに。え、あ、この上の風車が回りよる音か。びっくりした。なんかすごいとてつもない魔物が閉じ込められとる音かと思ったビビるー。あ、そしてこれがさっき寄った宿屋やね。オッケー。宿屋だけ？町ではないっぽいね。なんかすぐ近くに魔物が。これは？なんか敷地内にいるんだけど。話せるの君。弓矢、ズバッズバッ。今日も飛びます、彼方まで。オイラの弓は世界一。サマディ王国にいる師匠から聞いてるよ。オイラがこのエリアを担当する弟子さ。ウォーガンアドベンチャーにようこそ。さてと、君はこのエリアの的をどれだけ壊したのかな？どうやらこのバンダルトフォン地方には4個の的がまだ残っているようだよ。残り4個の的を全部壊したら、ここに戻ってくるんだ。そしたらナイスな景品をあげちゃうからね。ウォーガンを愛するものができるはずさ。さあ、去り行け、ズバッズバッ。なるほど。話せる子だった。話せる子だった。4個あるってさ、マト。意外と少ない。やあ、ようこそ旅の方よ。ここは俺たちの旅人が集まる、ネルセンの宿屋だよ。バンデルフォン地方はとても広い。この宿で疲れを癒してから旅立つのがいいだろう。なんか向こうで釣りしよる人がおる。すごい視界に入ってきた。お？クエスト。そこのマトも気になるんだけど。かつてこの地にはバンデルフォンという王国がありました。四帝国と肩を並べるほどの帝国だったのです。ですが、魔物の襲撃を受け、国は一夜にして滅び、現在では廃墟となっております。過去の栄光は見る影もありません。そして、この地で亡くなった方の魂は、深い悲しみから命の大樹へ帰ることなく、未だこの地に留まっております。祖国を失った悲しみ、守れなかった悲しみ、深い悲しみの念によって行き場を失った魂はアンデッドマンという魔物になりました。アンデッドマンは夜になると現れ、叶わない祖国の復興を願い、この地をさまよい続けているのです。旅の方、あなた方にお願いがあります。どうかアンデッドマンとなった者に安らかな眠りを与えてはくれませんか？ふんふんふん。報酬、安らぎのローブ引き受けていただけるとありがとうございます。その者に安らかな眠りを与えるためには連携技の聖なる祈りが必要となります。お、それは聖女たちかな？聖なる祈りは、そうですね。あなたとそちらの金髪の女性であれば使うことができるでしょう。あ、まさかの私？どうか夜、バンデルフォンの廃墟に向かい、聖なる祈りを使ってアンデッドマンを倒し、安らかな眠りを与えてください。クエスト、極楽への導きを引き受けました。安らかな眠りを。そして、あの的を。よし。いいぞ、いいぞ。違う。どう？釣れてる？この大陸にあったバンデルフォン王国は、デルカダールの英雄、グレイグ様の生まれ故郷だったらしいぞ。しかし、魔物に襲われて30年ほど前に滅びてしまったという、英雄を生んだ国、この目で見たかったな。30年前に滅んだ国。なんか意外と最近だな。ねえ、結構最近やんね。親世代とかは普通におる感じの。なんかないかい、その辺。特に何もないか。これであと3つってことよね。行商の途中、この宿を見つけましたな。よければ売り物を分けて差し上げますよ。というわけで、ようこそ、私は旅の行商人です。ご用は何でしょう？
子要は、ビッグブレード2。あ、これってなんか、作れるやつなかったっけ？ねえ、なんかさっき、ゲットしたやつ。じゃあとりあえずこの辺のビッグブレード2。うん。あれってか、まずアユナはさ、何を、装備しているのか。こっちだ、こっち。あ、そっか、両手使いか、今。ということは、ちょっとやめておこうかな。ベロニカ。え、両手使い？両手使いじゃなくて、あ、両手使いか。なるほどね。なるほどね。え、じゃあ、こっちは魔導士の杖。火の玉が放たれる。これは戦いの時に道具として使っても効果がありますよ。あ、マジか。へぇ。魔導士の杖。まあ、とりあえず買っとこうかな。とりあえず買って、ベロニカ。あ、両手になるんやね。ビッグブレードは？ビッグブレードも両手になるんかな。とりあえず、アユナ。あ、じゃあ、ナリキンベストとかいいや。あ、両手になるんやね。了解、了解。オッケー、オッケー。あ、待って、ちょっと待って。あ、違う、レイピアとかいらんけん。弱いけん。これで、あとは、聖夜の鋼の槍。ちょっと、バトルリボンは？は、そうでもないんか。じゃあ、鋼の槍を聖夜に。あれ、神だけなんかレベルアップせんな。レベルアップというか。何？パワーアップせんな。あ、シルビアムか。シルビアの存在忘れていた。まあ、太っ腹。一度の買い物で2000ゴールド以上使用したものに贈られる称号。2000ゴールドで太っ腹になるんや。結構安くない？結構安くないですか。あ、どうも。とりあえずちょっとうろつかせてもらうよ。次の街までだいぶありますわ。この宿でゆっくり休んでお祈りしていくのが良いでしょう。神に導かれし迷える子羊よ。ようこそ我が教会へ。ご用は何でしょう。マジか、次までだいぶあるんか。じゃあとりあえずお祈りだけしとこうかな。とりあえず、あ、これ赤い本ある。遥か遠き故郷、バンデルフォンという本だ。かつての大国バンデルフォンは黄金の獅子王と呼ばれた若き名君アーサーが治めていた。アーサー王は民の生活が守られるよう優秀な兵士を育て強力な騎士団を有するなど民のことを第一に考え慕われる王であった。しかしその栄華は長くは続かなかった。突然魔物たちが現れ、王国を襲ったのだ。アーサー王は騎士団を引き、立ち向かったが、攻防虚しく王国は滅び去った。魔物たちはバンデルフォンの軍事力を恐れ、襲ったと言われているが、真実はわからない。儚く散った王国の跡地からは、今でもアーサー王の無念の声が聞こえてくるようだ。あの悲劇は決して忘れてはならない。ふんふん。あ、子供おったんや、見えんかった。もぐもぐ。パパとグロッタの町に行くの。仮面舞踏会っていうので有名な町なんだって。グロッタの町はここからずっと北の方にあるとパパが言ってたの。早く行きたいな。なるほど。じゃあ私もそこを目指していこうかな、とりあえず。ここから北の町。誰か他に泊まってる人とかは。一応なんかノートとか開かれてるから誰かいるのかな。誰かいるのかな。あ、それともあれか。なんか宿屋の。ラララー。ああ、我らが祖国バンデルフォン。美しき田園に清らかなる民。正義と信仰の国。我が故郷よ。王家に座るパープルオーブが、永遠なる平和を照らし出す。ああ、バンデルフォンに栄光あれ。この歌はかつてバンデルフォン王国で歌われていたもの。国宝のパープルオーブは今も彼の地に眠っていると言われています。うん、うん。なんかよくわからんけど。なんかよくわからんけども。なんか研究熱心やね。バンデルフォンの歴史が知りたくて、北西にある王国跡を調べてるんだけど、変な模様のついた赤い扉があるのよね。この本によると、あの模様の扉は魔法の鍵で開くって書いてあるわ。え、魔法の鍵はどこにあるかって？そんなの自分で探しなさいよ。新たな発見は一日にしてならず、なのよ。何その言葉、聞いたことないよ。お、
なんとアイナはレシピブック鋼鉄武装目録を見つけた。やったね。鋼の剣、鋼のブーメラン、鋼の盾のレシピを覚えた。あ、鋼の兜と鋼の鎧もか。やったね。そして破壊行為。人が近くにいても破壊行為。こっちが、あ、こいつか。こいつ、もはやこいつ呼ばわりやけど。さあ、じゃあとりあえず、休んどこうか。まあ、体力とかそんなに減ってないけど。寝心地抜群らしいし。まあ、あれね。マジックポイントの方がね、ちょっと少ないけん。今回は、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。